2週間禁酒するとどうなるか。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。実は私先日まで2週間ですね、全く一滴もお酒を飲まないという2週間禁酒に成功したんですけども、これって考えてみると社会人になってから初めてですね、2週間も一滴もお酒も飲まないというのはですね、1週間もそれはなかったと思うんですけども、まあ私お酒大好きなんですけども、なんでこんなお酒大好きな私が2週間も禁酒をしたのかと、でその結果どういうことが起こったのかということをちょっとね話してみたいと思うんですけども、ちょっとこの間まで次のね新刊の執筆をしてたんですね。本の執筆をしておりまして、本の執筆ってやっぱすごい集中力を要するですね、で特に本の執筆ってのは午前中が一番重要なので、朝起きて 2,3 時間にどれだけ本を書けるかというところが命です。でちょうど先週ぐらいが本の締め切りになっておりまして、結構いっぱいいっぱいになってた部分があると、せっかく本を書くので最高のクオリティのものを書きたいということで、まあ、ちょっとやっぱお酒を飲んだ次の日の午前中のパフォーマンスが上がらないんですよね。やっぱりね集中力が上がらないんですよ、まあ、ちょっとやっぱお酒が残っているという、酔っ払う二日酔いではないにしても脳のパフォーマンスがやっぱり良くないということを思っていたので、まあ、ちょっとここはお酒をきっちりやめてですね、脳のパフォーマンスを高めていい本を書こうというふうに思ったのですね。別にそんな飲みたくなることも全くないんですけども、実際お酒をやめてみると非常に調子がいいです。朝起きた時目覚めがいいですね。非常にすっきりと目が覚める。その後もすっきりと高い集中力を持って執筆に入っていける。さらに午後も集中して仕事ができるという非常に素晴らしいですね、まあ、絶好調の状態に入ったということがあります。逆に言うと普段のお酒によってですね、かなりそういう生産性というのが奪われていたなというふうに反省しているんですけども、お酒っていうのはうまく付き合っていけばいいんじゃないかなと思うわけですね。だから毎日のように飲んでたりですね、結構飲酒量が多いとですね、実は脳のパフォーマンスに悪影響を及ぼしている可能性があるよと、これも普通に生活しているとわからないレベルだと思うんだけど、本当に脳を働かせてですね、本を書いたりするという脳に対する負荷、大きな仕事をするとわかるんですね。普通になんかだらだらやってるのであればそんなに変わらないのかもしれませんけどね。ということで、まあ、実際に2週間禁酒することによって脳のパフォーマンスがすごく上がって、朝起きも良くなって睡眠も深くなって良かったねということが、まあ、私の2週間の禁酒体験です。ということでね、今後も、まあ、あんまり飲みすぎないようにですね、ほどほどにしていった方がいいなってことをちょっと反省点として、ね、自戒を込めてですね、皆さんに私の体験を話してみましたので、毎日のようにお酒を飲まれている方っていうのはちょっとね禁酒したりですね、ずっとやめるという必要はないと思いますけども、一定期間ねちょっとお酒を抜いてみることによってですね、脳のパフォーマンスを高める、つまり仕事力を高める、仕事のクオリティを高める、そういったことが可能になる可能性があるのでね、先ほど定期間やめるということもですね考えてみてもいいのかなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。